お世話になっております。日本の人口増加を目指す男、藤井です。皆さん、こんばんは。今日はですね、どうしてもちょっとこれ、今日伝えたいなっていう思いが強くなったので、超過死亡が今、ゼロだっていう報道がですね、この2週間ぐらい続いてますよね。あの国立感染症研究所が出しているし、NHK もですね、この感染研が発表あるたびに、超過死亡ありませんでしたみたいな。 感じで報道しているわけですけども、まあ、これがですね、えーまあ、ミスリードになってしまっていないかなというところをずっと気にかけていたんですけれども、まあ、それをちょっと払拭したいという思いで、NHK がこれ6月の23日なんですけど、国立感染症研究所が5月の下旬ですね、先月5月の下旬の超過死亡がまあほぼなかったと。 予想される死亡数から超えた数が超過死亡ですけれども、超えた分がね、ほぼなかったと。だから、そんなにたくさん日本人死んでいないということをね、感染研が発表して、NHK もそれに沿って報道したと、えー。顕著な増加は見られず、先月、5月ですね。はい、これ6月23日の記事なんですけれども、はい、超過死亡といえばですね、ちょっとね、えー、皆さんまたかと、またかと思うと思うんですけど、ね、スムーズに、 お伝えしたいと思います。これ全国の者数です。これね、毎回やるのは、あの、初めて見る方がね、もう一人でもいるんであれば、これ見ればおかしいこと一目瞭然なので、まあ毎回、ほぼ毎回のようにやってますけどね。はい。これ全国の者数で,ですね、ね者数です。2010年だけ青で出してあります。9万人から17万人の縦軸。1月から12月までですね。どんどん行きましょう。はい。どんどん行きますね。もう次20、2011。 どんどんいきますね。どんどん、どんどんいきますね。どんどん。こんな感じで、どん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 、毎年毎年で出していくと、ちょっとずつ増えていくのがね、わかりますかね。ちょっとずつ重なりながらも、ちょっとずつ増えていくと。はい。どんどん増えていく。2018、2019、2020。はい。まあ、10年ちょっと、こんな感じで、ちょっとずつ増えていってる。高齢化してるから、ちょっとずつ増えていってるわけですけど、2021年が、ちょっとですね、増えすぎで。はい。この辺がね、まあ、4月から、 9月あたりがちょっと開きっぱなしだなと思うかもしれません。でも、えー、今回ね、もう一気にお見せしますけど、とんでもないのは2022年なんですよ。これを皆さんに伝えたいんですよ。はい、2022年、赤で出します。こちら。おかしくないですかおかしいでしょうこの2月と3月の開きとか、8月とかですね。それ以降と12月。で、年が変わって2023年の 1>, 1月、ここですよ。ここ。ここですよ。こんなに開いてるんですよ。で、今、4月まで、4月まで、厚生労働省発表します。死亡者数。こんな感じですね。で、まあ、2月とか3月ですね。これ2月、3月、あるいは4月。えーまあ、2月、3月見てほしいんですけど、去年よりは、赤よりは少ないけれども、例年よりはね、結構2月も3月も多いですよね。 多いですよね。だけど、えー、3月の超過死亡もね、ほぼなかったみたいな報道がされてるんですよ、この3月がね。これおかしくないですかね。でちょっとこのね、えー、仕組みを今日お伝えしたいなというのが一番のメインテーマなんですけれども、はい、ちょっといろいろ話が散らかって申し訳ないですけど、ちょっとこれも言っておかないといけないんで、この、えー、私がいつも出しているグラフがあの T シャツになりましてね、 はい、これ何もふざけてるわけではないんですけれども、あの私のグラフを見てね、えー、これを T シャツにしたらどうかと考えた方がいらっしゃって、えーまあ、本当に私の手からもう完全に離れてですね、この T シャツが、えー、今、ネット販売というものをされることになりまして、えー、この動画の説明欄にリンク貼っておりますんで、あの事前アンケートを取りましたらね、えー、700名ぐらいの方が欲しいという。 クリックしてくださった方がね、欲しいですって方いらっしゃいましたんでね、2900円でね、販売をされるそうです。はいえー、で、えー、くれぐれも言っておくとね、私とは関係のないところでやってますんでね。はい、ま,ま,まあなんか関係ないと言うとなんかすごい冷たい感じがするかもしれないけど、まあ自分があのやってね、えー、これでビジネスをしてるというわけではありません。とはいえね、作ったあのグラフをね、いつも出していたのは僕なんですけどもね、そのグラフをデザインして、 T シャツ作ってくださった方がいると。今私がね、着てるものは黒ですけれども、はい、白と黒とあるということで。って感じです。ちょっとね、T シャツの話、間に挟みましたけど、あ、そうそう、あと T シャツはですね、なんか6月いっぱいで一応ね、えー、注文をね、一通り取りまとめたいというふうに、あの、販売される方がね、埼玉の直木さんという方なんですけれども、おっしゃっていましたんで、えー、ちょっとね、時間ないですけど、皆さん、あの、 欲しいという方はですね、早めにあのクリックして、えーね、えポチッとしてほしいなというところです、はい。以上です、T シャツの下りは。そして、えー、今日お伝えしたいのは、メインでお伝えしたいのは、この超過死亡の仕組みみたいな話をしたいんですね。で、僕、ずっとこのことは問題になりかねないと思っていたんで、伝えたいなという思いがあったんだけれども、 どうやって伝えたらいいんだろうかっていう伝え方がよくわからなかったんですよ。ただですね、今日、まさに、ね、今日ですね、あの、名古屋大学の名誉教授の小島誠二先生、えー、小島名誉教授が伝えてくれてましたね。まあだからもう、アゴラというサイトの、ね、中で、えー、小島名誉教授が記事を更新されていて、まあはっきり言えばもうそれ見ていただけた方がね、あの、 アカデミックな感じでもわかるし、いいかと思うんですけれども、はい。まあ、基本的には僕、全く同じ伝え方をさせていただきます。あ、この伝え方いいなと思って。で、多分僕の方がもっと、あの、大衆向けにですね、はい。大衆向けに僕は、あの、グラフをちょっと動かしながらお伝えしたいと思います。はい。えー、今日はですね、超過死亡数の、はい、仕組みみたいなことです。で、さっき見た通り、3月も結構増えていたのに、3月、 緑の今年の3月ですね。もう例年より結構多いんだけれども、これでもなんか超過死亡が、ね、ほとんどなかったみたいな感じでね、えー、発表されちゃうんですよ。それがどういう仕組みなのかと。で、これを使いますね。これはデータ元は国立感染症研究所ですよ。その数字を用いて、3月の第4週を一つの基準の ね、ポイントに置きました。で、えー、2017年から2023年までのこの7年間の3月の第4週のですね、えー、数字、まあ超過死亡に関する数字をね、えー、拾いましてグラフにしたんですけれども、まあこれからもっと細かく説明しますけど、まず水色がですね、水色が予測値です。はい、この2017年の3月の第4週は、 2万7千人ぐらいですね。1週間で日本人亡くなるんではないかと予測されていたところ、まあ、ちょっとというかね、結構予測から下ですね。実際緑ですね。緑は2万6千人ぐらいの死亡だったという。で、次の年ですね。次の年、予測はね、これは下がってますね。下がって、2018年はこの辺りに水色ね、来てて、実際はまあほぼ合ってますね。ほぼ合ってますよね。ここだったらね。 ほぼ合ってると。で、これから予測実測、予測実測、あ、予測観測、予測観測という順番で説明したいと思うんですけれども、で、2019年の予測、ね、3月の第4週どうなるかっていうと、ここに来たんですね。はい、ここでした。緑ですね。観測死亡数。実際がどうだったかっていうと、こちらですね。はい。こんな感じだったんですね。はいまあ、予測よりは低かった。 ちょっと皆さんね、えー、ここで、超過死亡というもののね、この予測値のざっくりとした設定をですね、あの理解しておいてほしいんですけどあの、過去5年だそうですね、どうやらね、過去5年の傾向を見て、この年のね、この1週間で何人亡くなるだろうという、そういう予測を立てているそうですよ。はい、だから過去の何年間、まあ5年間って言われてますけれども、 そこが基準になっているということで、ちょっとそこで想像してほしいんですけど、えー、じゃあ2020年のですね、予測って、皆さんどの辺に来ると思いますか、まあ、上がるか、ね、じゃあ横ばいか下がるかで言うとどう思います ?2020 年の水色がどうなるかって、上がるという、上がるという。 上がる。はい。横ばい。うん。下がる。ね、様々。上がりそう。ということでね。はい。これまあ難しいんですけどね、非常にね。はい。高齢化で上がるという考え。ありますね。はい。実際じゃあ、はい。こちら。はい。まあ、横ばいって感じですね。横ばいという感じでした。ええ。ちょっと上がってるけどね。まあ、ほぼ横ばいですよね。 この,あの考え方としては、まあ、前年の影響もあるから、前年がこう予測よりも低かったじゃないですか。その中で、ねえー、予測をまた次の年、ね、上げづらいというのもね。 あるのかもしれませんね。まあ、こ、ちょっと言葉は適切じゃないかもしれないけど、前年だけ見てるわけじゃないんだけど、もっと何年もね、遡って5年らしいんですけど、あるんだけどね。まあ、一応前年を気にするとするとですね、えー、ここから上げづらいというのね、あるかもしれませんね。で、実際の、緑、観測死亡数がこちらですね。はい。下がったんですね。下がったんですね。観測死亡数は下がってんですよ。 さあ、皆さん、ここでですね、ここで、2021年のこの水色予測の死亡数は上がるでしょうかそれともね、横ばいぐらいでしょうか下がるでしょうかどうでしょうかってね、考えてほしいんですよ。さあ、どうでしょうか皆さん。はい。はい。下がるでしょうねと。はい。下がる。はい。上がる。はい。横ばい。はい。下がる。 前年から考えると下がるんだろうねというね。まあ、いろんな意見ありますけど、下がる、はい。ここはですね、あの、下がるとね、答えてほしいなというところではありますよね。だって予測が過去2年ね、えー、上に来ちゃってるから。で、どうでしょう、実際ね。実際どうか、はい。下がるんですね、ここでね。下がるわけですよ。やっぱり前年とか前々年。 がね、高すぎちゃってるから、下がる。ちょっと言葉が適切じゃないかもしれませんけど、はい、もう大体のイメージで感じ取ってほしいですね。じゃあ、実際緑がどうだったかっていうと、こちら。はい。まあ、近いですね。まあ、非常に近くありました。近くなりました。じゃあ、2022年。ここは難しいですね。2022年の水色は上がるでしょうか 横ばいでしょうか下がるでしょうかって。どうですかここはめちゃくちゃ難しいですけどね。まあ僕もあれちゃんと全部覚えてないから、あれなんですよ。わかんないですけど、はい、横ばい。こんばんは。ただ、あの、ここから、あの、下がりはしないだろうなと思うんですよね。この前年との差からするとね。下がりはしないだろう。横ばいがやや上にね。だって、ここが増えてるから、 はい。かなって。うん。横ばいか上ぐらいじゃないかなって僕は思いますね。えー、まあ、やや上でもいいぐらいかなと思いますけどね。や、横ばいから上にかけてぐらい。ほんと僕覚えてませんよ。えー、どうだったか。あー、結構上でしたね。結構上行きましたね。はい。やっぱこの前年の上がりが、ね、えー、なんか生きてそうな気がするじゃないですか。で、えー、実際、2022年の緑がどうだったかっていうと、こんな感じなんですよね。皆さん、20、 22年の3月ですよ。こちらですね。はい。実際こうだったわけですよ。とんでもなかったんですね。とんでもない。はい、こんな開きなかったじゃないですか、ね。1週間で2000人以上ね、予測値をオーバーしちゃったわけでございますよ。はい。じゃあ皆さん、ここは、皆さん、ここはね、もう今日の集大成ですね。学びのね。2023年の 水色予測値上がるでしょうか、ね、横ばいでしょうか横ばいぐらいでしょうか下がるでしょうかどうでしょうか ?2023 年のこの3月の第4週の予測の死亡数ね。皆さんだったら、このここからね、2022年の予測と比べてね、上げますか横ばいにしますか下げますかどうしますかあ、爆、爆上がるまでいっちゃってますね。爆上がり。 急上昇と言いたいところだけど、あえて下げてくる。うん、あえて、あえてってなんですかねあえて。横倍、うん。普通は上がるあの。こちらは横ばいでいいのかな下なのかな、はい、普通は上げる、うん。上がる。上がる、えー。前年の増加に合わせた上げ方にするでしょうね。ねえー、予測は上がる。うん、上げてくる、うん。上がる。上。 何でもなく上がると思いますね予測死亡数どうなるか。はい。水色、こちら。はい。こんな上がり方、今までなかったですね。予測がもうめちゃくちゃ上がりましたよ。ね、やっぱりね、この上がり方、今までなかったから、この前年の上がりにね、引っ張られてますよね。前年ものすごく多かったから、予測も上がってしまっているという状況でございます。 で、2023年の,の緑、実際ですね。どうだったかっていうと、こちらなんですよ。はい。はい、ここなんですよ、皆さん。ここ。で、これをもってどうね、あの、伝わるかって、僕らに伝わってくるかっていうと、3月の第4週は、ね、予測よりもね、死亡が少なかったからね、えー、超過死亡なしですってね、えー。なんだったらね、あの、過小脂肪ですみたいな感じね。えー、予想よりも、 死者が少なくて、ね、まあ、それは一般的にはいいことだとは思うんですけれどもね。死者少なかったですよね、になっちゃうわけですね。ところがですよ、皆さんね、ところが、ところがですよ、この予測とか置いておいてですね、まあ、水色、皆さんの頭の中で一旦消してもらって、2023年のここの位置がね、例年と比べてどうですかねって考えてほしいんですよ。超過死亡で報道をね、聞くと、 ゼロとかね、えー、予想よりも低かったみたいな伝わり方で耳に入ってきちゃうんだけど、2023年のね、ここ、あの、死者少ないですかというか、むしろ多いですよねって思いませんかねまあ、多いか少ないかはね、そこの判断はまた人それぞれかもしれませんけど、僕は多いと思いますよ。はい、だって例年、ここの、ここだったんですもん。で、2022年がね、 異常値ですよね。ね。この2022の、22の異常値と比べれば減ってるけれども、けれどもさ、ね、これ異常値はちょっと一旦ね、置いといてね、これまでの過去5年ね、比べたときに多いでしょ。ということで、やっぱね、この超過死亡で判断するっていうのは、まあ、こういう、まあ、ミスリードって言っていいんですかね。あの、誤った情報となってね、うん、僕は3月の第4週が、 あの視野が少ないっていうのはあの、ミスリードだしね、誤った情報に近いものがあるんじゃないかなって思いますんで、えー、やっぱ実際の数字見るってね、大事ですよね。だから、あのハードルをガンってね、予測をガンって上げちゃえば、視野が結構増えている時でもね、いやそんなに増えてないよねって、予測の範囲内だよねっていう言い方がされる可能性もあるかと思うんで、そこはちょっと皆さんね、あのだから私の、ね、グラフを見てほしいなと思いますよね。実際の 死亡数のグラフを見てね、自分で判断した方がいいんじゃないかなと。